風呂上がりですすいません。明日も朝、明日は朝6時半からで、明後日は公演なので、でもちょっと公演終わりできなさそうだから、明後日ももしかしたら朝かもしれないね朝かもしれないねです。明後日公演終わり多分で10時過ぎちゃうから多分できないと思うので、明後日は6時半、明日も6時半です。シルバーハートありがとうございます。かわいいよ、ありがとうございます。よちもチャリ乗るよ、乗る乗る。シルダル祭りや、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ジキのとこ行ってたのバレてないですよねバレまーすとか、あの自己申告してるけどっていうか、アネよりママの方が見てるから、ママの方が詳しいですよ。この人おるわみたいなさっき言ってたから、アネはあんま見てないですけど、頑張ってください。シルバーダルマありがとうございます。あ、ヘルプ待ってますローマね、すいません、忙しくて開けてない。シルバーハートありがとうございます。シルバーダルマありがとうございます。メガネ女子好きが嬉しい、嬉しい、メガネです。豆乳です。シルバーダルマありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。そう、25日 M のサイン公演、26日メラメラ NNB48、 30日 M のサイン公演、ぜひお待ちしてます。待ってます。久しぶりで嬉しい、待ってます。メガネ1個1個はこれオンリー、あのコンタクトしてない日は しないとき、寝る前とか起きたときはこれだよ。いつも伊達メガネは2個持ってるけど、伊達メガネデーとかやったらよかったね、お話し会で。でもちょっと反射しそうだよね、リングライトつけてるから。シルバーハートありがとうございます。ハワー君で行くとすぐバレる、バレるシルバーハートありがとうございます。ねえ、急に秋めいてきたよね、びっくりした。急に寒くなって、あらあらみたいな、嬉しいけど、あれは秋大歓迎なので、そう、 秋服大好きなので服買いたいってずっと思ってます。テストだったら服をいっぱい買いたいです。服、秋服を爆買いしたいですバーゲンの時に。今年こそあやねは絶対にロングブーツを買うんだと意気込んでいます。買ったら報告するね。ロングブーツ去年本当に買う寸前まで行ったけど、悩みすぎて冬終わってたんですよね。だるまありがとうございます。あ、思ったより反射しなかった、ちょっと目がね汚れてるかもシルバーだるまありがとうございます。そう、風で飛ばされかけた眼鏡20が当たった、久々だね、会えるの嬉しい、待ってます。シルバーハートありがとうございます。ね、長袖が半袖が迷う時期だけども、姉は半袖じゃなくて長袖着ようと思ってる、寒がりなのでそうだ、どこもかしくも最近電車もお店も寒いなと思ってたら、外が寒くなってたんですよね、気づいたら。シルバーダルマありがとうございます。今日で終わりですね、シルダル。よしみん、そう、ニーハイブーツかロングブーツかで今迷ってるんだよね。去年も迷ってた、去年はロングブーツかニーハイブーツか白のショートブーツも欲しかったんだよね。それで迷ってて、ロングブーツって思ったんだけど、気づいたら春ってなってて、でも今めっちゃニーハイブーツかロングブーツか悩んでる。シルバーハートありがとうございます。今日までモバメの返信ありがとうございます。30投げたありがとうございます。当たりますように。半袖にカーディガン一番いいやついいよね、カーディガン系って。そういうところしかなかなか出番ないしね、好きだけど。カーディガンめっちゃ
可愛いよね。シルバーダルマありがとうございます。ガガガネメメガネメシルバーダルマありがとうございます。スーパー寒かったスーパー寒いよね。あれでもスーパーめちゃくちゃ寒い派。シルバーハートありがとうございます。そうブーツは無難に黒かブラウンか、黒かブラウングレールのやつ。でもショートブーツは白が可愛いと思うんだよね。でもショートブーツじゃなくて、あの冬の可愛いブーツもあるじゃないですか。それも狙ってるんだよね狙いすぎだけどね。ゲーミングパソコン今年買ったのに。でも靴はでも今年買ってない、今年どころか何年か買ってないから今年靴いっぱい買いたいんだよね今年の夏はでも8割スポーツサンダルで過ごしました万能シルバーダルマありがとうございますね。サウナの外気浴本当だ、行かなきゃ。松江区次のつける前に行かなきゃ。サウナ行きたい、テスト終わったらと思ってたけど行けるなね、外気浴が気持ちよくなるね。冬になると寒いけど星が綺麗だしね。わあ、お月見の日とか絶対綺麗だったよね、外気浴。わあいいね。ハートありがとうございます。ナイトアッピー、怒りスーパー寒いそうなんやちょっといいスーパーね。シルバーハートありがとうございます。22度だったんだ、それは涼しいね、さすがに。ハートありがとうございます。シルバーダルマ、シルバーハートありがとうございます。噂の自転車で吹き飛んだメガネ、2人目だ、すごい米かぶり。吹き飛んではないけどね、吹き飛びそうだった普通に。坂道なんでしょ坂道ね、坂道、そうそうそう、どこ走ってるね、坂道なんで。いや、すんごい坂道なんですよ。あの自転車のね、時速が20とか25とか6とか下手したら出るくらいの、うん、ブレーキやらなかったらね、ブレーキしてるようやね、ちゃんとってぐらいの、ほんとすんごい坂道の電動自転車なんですけど、チャリチャリって言ってたらね、吹き飛びそうで、この辺が。しかもこれがもうあの緩いからさ、ここがこうぐる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 ってしてた。え、それももし吹き飛んでももう諦めてえ、そうなの、流れに身を任せるそれ、あーとか言ってたら、あのわーボーンって。いや、そんな1台しかあれしか走ってないじゃん、ね、電車なんて。だからやそんな、そんなあのみんなで行ってないよ。みんなでじゃあどっか自分がぶつかったりとか畑に転がっていったりするかもしれへんなそこはもう流れに身を任せる。ニットブーツわかる、かわいいよね。そう、あのおしゃれな普通のただの革のブーツと、かわいいなんかちょっとワンポイントついてたりとか、ちょっとニットブーツとかザ・冬って感じのブーツと欲しいんだよね。でも秋服も可愛いんだよねシルバーダルマありがとうございますん足のサイズはね、ほとんど変わってない。もういつからってくらい変わってない。もう身長伸びないってことかな。162が目標なのに。シルバーハートありがとうございます。でもめっちゃちっちゃかったよな。そう、ちょうど自粛期間ぐらいにめっちゃ伸びた。じゃあ1番目から3番目ぐらいをずっと気にしてたんやな。そう、絶対3番目か4番目だったのに、今ではね、後ろから数えた方が早いんですよ、クラスだったら。絶対小学校の同級生とかめっちゃびっくりするよ。でもそれでもちっちゃい方だけどね。ちょっと162目標なんだけど。いや、もうほんまにシルバーハートありがとうございます。ちっちゃいよねって
って言われて。サウナ行った、いいね。あ、寂しね、寂しい、いいね、いいね。テストどうですか？あと6教科です。なんでそんなにあるの？でももう半分行ったかな。峠越えた？うん、峠のこの辺。お、今日もサウナ、いいね、いいね、いいね。お団子に食べる夢中でサウナ思わなかった。芋団子まだ残ってないよ、もう食べた、みんなで。あ、よしみおすすめのヨーグルトね、もばめに書いたやつ、ユダヨーグルトっていうのめっちゃおすすめ。ちょっといいスーパーに置いてあるやつ、成城石井とか。あれはコストコで買いました。ユダヨーグルトが本当に美味しくって、兄が食べたやつはあのユダヨーグルトプレミアムだったんだけど、あのもっちりしててめっちゃ美味しいんですよ、これが。アイスランキング見ながらよしみに来ました。アイスランキング、何アイスランキング、シルバーランキング。今ね、どさくさに紛れてあやねも一緒に配信してるので、まあ、どさくさに紛れれないくらいの、まあ、ピンクなんだけど一人だけ。どさくさに紛れないくらいの真っピンク一人。しかもメガネっていうね。ありがとうございます。ぜひあの星集めはぜひここでしてくださいね、イベントの。星集め、星集めじゃないわ。あのデイリーチャレンジ、デイリー達成みたいなやつ、デイリーチャレンジね、あのぜひ見ていってください。10期生ファンの皆さん、こんにちは。シルバーハートありがとうございます。小さそう、足のサイズ23です。ちっちゃい、23 ちっちゃいです。だからだいたい先輩の衣装を入れるとき、あの中敷きとつま先詰めるやつやってる。23です。ハートありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。チャリで暴走してません。兄に借りたバイクじゃないかな。ヤッホー、給料入ったら投げる、ありがとうございます。あとちょっとね、頑張れ。滑り台級こんなんじゃないけど、まあ、こんな感じ大体。確かに、え、うちは風を移し合ってる最中です、うちも。季節は変わり目だからね、吉見家も今風邪気味の人が数人。あれを持ってきたのがパパに行き、ほんで姉に帰ってきました。ね、季節の変わり目だからだよね。そんなに弱い方じゃなかったんですが、風邪ひくよね最近。全然そんなんじゃなかったのにね、1年に1回熱出すか出さないかくらいのタフウーマンだったのに、タフガールか、タフチルドレン、タフチャイルドか。タフウーマンでいい、なんだよ、タフチャイルドでしょ。よくあれでさ、なんちゃらマンって言ってるけど、メン、マンじゃなくてウーマン。前から思ってたんだけど、思ってる人になんちゃらマンってよく言ってるけど、頑張るマンって言ったら。こんばんよしみん、ありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。田んぼに落下しないよう、田んぼないかな、うちの周り。ないんですよ。時をかける少女、ね、シルバーダルマありがとうございます。トンコ服着ない。握手券取りましたわよ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ヨガした身長伸びるの、あ、なんか聞いたことある、ヨガとかのピラティス系ね、身長伸ばしたい。160欲しいんだよね、あれね。でも十分十分、え、160欲しいよ。十分も150あるかないかだったら。シルバーダルマとハートありがとうございます。今158ぐらい、
でもね、高校1年生の健康診断より高校2年生の健康診断の方が身長伸びてたんだよ確か。シルバーハートありがとうございます。小6からずっと大きい、いいね、ずっと後ろタイプか、いいね。最初から伸びてるタイプの方は伸びてるよね。あった、あ違かった、なかった。あった。あ、なかった。あ、でも伸びてる。1年生の時156だったもん。ちょっと伸びてる。ちょっとずつ伸びてるんだよ。一応。シルバーハートありがとうございます。手足長い嬉しい。手足はそうなの、三方さんも言ってくださったし。ははは。わ、昨日収穫した里芋、いいね、里芋美味しいよね。レジで泡吹いた。ちょ、あのヨーグルトはそうなの、ちょっとあのいいやつなんだけど、たまに食べるにはいいよね。書いた、読み間違え、そうそう、それぐらい違うよね。あの4パック100円のやつかと思ったらみたいなね。シルバーハートありがとうございます。シルバーダルマありがとうございます。テレビダイスランキング、そうなの。あ、うちなんか平成と昭和のやつカウントダウン TV 見てるわ。さっきあのなんだったっけ、懐かしいねって言って、え、アイスランキングあんだ。あ、ちょ、後で見るね。キリンの坂でチチとピツ、あね、今あのパルムの蜂蜜味のやつめっちゃ気になってる。いやいや、食べた方います？めっちゃ美味しそうなの、あれ、パルムの蜂蜜味。あ、これ1万人が選ぶ令和のアイスやって。7位。そうだって。あれはでもアイスボックスめっちゃ好き。この夏はアイスボックス。何何、1位何、7個ぐらい食べた。え、平成昭和令和のアイスランキングって、じゃあこれ今何の代、平成だって。平成、そう、美味しいよな。うん、シルバーハートありがとうございます。どさくさメガネです。はい、どさくさに紛れて朝配信する人アンリぐらいじゃない。でも逆にね、通りすがりの10期生ファンの皆さん、ぜひあの見てってください。通りすがりの、まあ逆もしかりですけど、皆さんも10期生のところに、まあ全然行くのは全然いいんですが、あのよしみんアバターで行ってくださいね。ふとした時に、あ、よしみん推しなんだったって思い出すために、皆さんがよしみんアバターで行く分には何も言いませんので。ふとした瞬間によしみアバターを見てね、あ、はっと我に返ってください。やばい、宣伝してる、宣伝禁止、ダメダメ。ハートありがとうございます。バッキーじゃん、バッキー美味しいよね。バッキーもパルムと同率1位くらいかも。同率1位アイスボックス、バッキー、パルム。シルバーハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ダルマありがとうございます。タイトン記念。あ、花粉の時期なのか皆さんは。あれは花粉症とは無縁なんです。実はちょっと鼻はのなんか鼻水よく出るけど、花粉とは無縁なんですよね。皆さん花粉にはお気をつけて。シルバーハートありがとうございます。お、生誕ティー予約しました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。10月4日まであとちょっとだよ。シルバーダルマありがとうございます。え、本当だ、ビタミンと睡眠、免疫を上げて、そうですね、
シルバーハートありがとうございます。私も引いちゃいましたね。みんな気をつけて。レインボースターありがとうございます。え、あんまり伸びない方がいい。どうあがいても伸びませんそんなこと言わないでも M のさメンバーって高い方かちっちゃい方がどっちかだよね。あやねが真ん中みたいな感じじゃない。おじいちゃん会うたんびあやねより高い方かあやねよりちっちゃい方の感じだよね。もうそれは当たり前だけどでもあやねとこやったんってめっちゃ身長差ありそうに見えてないんですよ。身長同じなの実は。めっちゃなんか身長あ差ありそうだよね。顔が大きすっちゃったまあそうだと思うけど。おお。ちっちゃいからこよたん。シルバーダルマありがとうございます。お前はおでこ出しであの大きさをアピール。ジヒルショールームでヨシミンの配信毎日配信尊敬してたすっぴんかわいい言ってた。嬉しいこんなメガネでもありがとうって言っといてください。誰か嬉しい。なんか恥ずかしいね。だって朝のあやねのあのもう何かしらのタイミングで開いてるかもしれない。こんばんはありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。倍身長443センチですそうですかシルバーダルマありがとうございます。元気よかった。元気が何より本当に。シルバーハートありがとうございます。あ、アイスボックス平成だったんだ。おお、あのアイスボックス大好き。あ、そうよりもう派。あ、シャリシャリよりしっとり派ってこと。今から買いに行く、うん、買いに行きたいな。ザ・プラチナムっていうプレミアムか、プレミアムって赤いパッケージのバニラアイスが好き。へえ、初めて聞いた。バニラが好きな方って大人の感じするよね。一周回ってバニラが好きみたいな。ちょっとあれまだバニラの良さには気づけてないんだけど、ちょっとまだ一周回れてないんだねシルバーハートありがとうございます。サクレね、美味しいよね。シャリシャリ系ね。通りすがりのいちみちゃん、あやねちゃん推しです。ほんまですか。アバター変えてました。やばい言っただけ偉いですね。よしみアバターで言った、偉いです。シルバーダルマとレインボースターありがとうございます。よしみアバターで言ってました、さすが。シルバーダルマありがとうございます。生涯よしみ推しを使います。素晴らしいシルバーダルマありがとうございます。はっ、ガリガリ好き。あ、でもそうガリガリ系が好き。氷系。ルマンドアイスとかあるの。レディーボーデンいいよね。ちょっといいやつ、ちょっといいやつね。シルバーダルマありがとうございます。ピノ美味しいよね。パクパクいっちゃう。シルバーダルマありがとうございます。うん、昨日まであったんだけどな。アイスセータンティーどういう感じで着ようか迷ってる。確かに女の方は、女性の班の方はでも普通にスカート合わせてくださる方がほとんど。白とかどうなんだろう。確かにサイズがあるっけ。あるっけ。なかった気がするけど、でも M ぐらいがいいのかな。でも S なのかな。でもあの去年は黒のセーターティーだったから、あの白のスカートに合わせてる方がほとんどだったかも。だるまありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。
メラメラ申し込もうか試案中、ぜひお時間あれば待ってます。平日の真っ昼間ですが、真っ昼間じゃないか、昼過ぎですが、ぜひ待ってます。メラメラハートありがとうございます。あら、ノーマルパルムしかなかった。あらららららら、ら小豆バーいいね、歯強いね。アイスボックスにジュース入れる、ジュースっていうか炭酸水入れるのめっちゃ好き、もうめっちゃ好きです、アイスボックス。ハートありがとうございます。あ、コーラいいね。推しは増えても減らないことは違います。いいね、でも減るのちょっと悲しいから。だるまありがとうございます。お、ハーゲンダッツさんがいます、いいね。雪見大福も美味しいよね。でも雪見大福はね、冬に食べたい派なんですよ。なんか冬感ない、なんとなく。メラメラ行きます、ありがとうございます。待ってる。デザイン決めた、まだまだ、あ、大体でもまだあのテーマしか決まってない。生誕テーマ、テーマは決まりました。何にも形にはしてませんが、ハートありがとうございます。あら、シャリシャリのまま食べるの。そうよ、いやもうアイスが食べたすぎてさ。ハートありがとうございます。あ、男女読みしますね。お、っていうか何も言わずに食べたね、一言。食べていいよ。いいよ。あ、でももう行かないで、うん、あ、食べれるよ。あの、皆さんからもらった千引き屋のフルーツ大福ね。シャリシャリのままでももちもちだね。うん、ジャンボな、パパがめっちゃ一番大好きね、ジャンボ。うん、一番好きなのパパの。配信で申し込んだ、配信で見ます、ありがとうございます。よしみんが勉強頑張ってるから自分も仕事頑張る。おお、ありがとうございます。一緒に頑張ろう、明日からも頑張りましょう。では男女読みします。来てくださってありがとうございました。え、そっち残り食べようと思って。汚い出さんといてよ、汚い。うん、また明日、明日も明後日も朝6時半からショールームするので、よかったら遊びに来てください。 X のフォローとバナーから YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブルーベリー置いとくな。13位アットさんありがとうございます。12位ミョンさんありがとうございます。11位タカミンさんありがとうございます。10位ジージさんありがとうございます。9位サカさんありがとうございます。8位ウーカメインの発行士さんありがとうございます。7位ヨシくんありがとうございます。6位アサガさんありがとうございます。5位チャミさんありがとうございます。4位高橋正幸さんありがとうございます。そして3位はテケ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 テありがとうございます。そして2位はテケ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 マミちゃんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。
皆さんも来てくださってありがとうございました。明日も明後日も6時半ですので、起きてるよって方がいらっしゃったらよかったら来てください。アバターみんな来てくださってありがとうございます。タコもストロベリミもぜひ来たままでまたね。ではでは、また明日お会いしましょう。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、おやすみ。あ、今日こそおやすみ動画更新するね、ルームスの。いいとも、いいとも、またね。